腰車の技の説明をします。これは右対左の喧嘩四つの場合です。まず相手のこの持っている釣り手を落とします。落とした後に自分のこの引き手を持つ手で相手の襟を持ちます。この体勢から普通に一本背負いに入ってしまいますと相手の足が邪魔をして入れません。そういった場合に腰車、相手の両足の中央ラインにまず自分の一歩目の足を持ってきます。持ってきてもう一つの足を相手の両足の間へ深く踏み込みます。それと同時に相手の頭をロックします。この時気をつけなきゃいけないのは自分の手を持って頭をロックしてしまいますと反則になってしまいますから自分のこの引き手の襟は離さない。自分のこの一つの手だけで相手の頭をロックします。一つのポイントとして自分のこの手首巻いてしまいますとうまく決まらないんですね。手首を反った状態、この状態で相手の頭をロックします。このロックした状態から自分の左足を引きつけると同時に相手を投げます。